ラヒムチャキエフは、ロシアの元プロボクサー。チュメニ州トボリスク出身。北京オリンピックヘビー級金メダリスト。2006年のワールドカップに、ロシア代表として参加し、銀メダルを獲得した。2007年の世界ボクシング選手権にて、銀メダルを獲得した。2008年の北京オリンピックでは、金メダルを獲得した。 2009年10月10日、ロストックのシタットハレ、ロストックでデビュー戦を行い、2回2分に秒子勝ちを収めた。2012年1月28日、ハンブルクアイムスビュッテルク、ローターバウムで、WBC バルチッククルーザー級王者、アレクサンデル・コトロベイと対戦し、10回3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。 2012年4月21日、シュベリーンのスポーツコングレスセンターでジャイドン・コドリントンと対戦し、初回1分56秒小勝ちを収め初防衛に成功した。2013年6月21日、モスクワのダイナモスポーツパレスで、WBC 世界クルーザー級を弱視首都府、ブーダルチクと対戦し、プロ初黒星となる8回2分3秒。 TKO 負けを喫し王座獲得に失敗した。2014年3月15日、モスクワのダイナモスポーツパレスで、ユホハーポヤと WBC 世界クルーザー級、シルバー王座決定戦を行い、9回26秒、TKO 勝ちを収め王座獲得に成功した。 2014年5月30日、モスクワのルジニキスタジアムで、サンタンベル・シルガドと対戦し、12回3から0の判定勝ちを収め初防衛に成功した。2014年10月24日、モスクワのルジニキスタジアムで、ジャコーベ・フラゴメーニと、エブ・オーシュー・クルーザー級王座決定戦を行い、4回52秒小勝ちを、収め王座獲得に成功した。 2015年5月22日、モスクワのルジニキスタジアムで、ジュニア,アンソニー・ライトと、イボ世界クルーザー級王座決定戦を行い、8回2分39秒小勝ちを、収め王座獲得に成功した。2015年11月4日、火山のタトネフトアリーナで、元 WBO 世界クルーザー級暫定王者のオラ、アフォラビと対戦し、5回1分44秒小負けを、 キッシ初防衛に失敗、王座から陥落した。2016年12月3日、モスクワのメガスポルトで、マキシム・ラソフト WBA、インターナショナル・クルーザー級王座決定戦を行い、7回17秒、TKO 負けをキッシ王座獲得に失敗した。2017年9月23日、現役引退を表明した。ありがとうございます。